演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのイースターカップケーキを食べようと思ったのですが、また持ち帰る時にこんなことに。ほんと何かいい方法考えないとな。まあ終わりよければということで、償いの意味を込めてしっかり食べますよ。ではいただきます。これは本当に分離できない課題だよ。程よい甘さのミルクムースとオレンジの酸味、その下にはブルーハワイのようなちょっと青いものが入っていましたね。春なのに夏みたいな、もう先取りのような印象もありました。口の中はさっぱりで、最後まで飽きずにいただくことができて美味しかったです。もうちょっとなんとかうまく運べないかな。いい方法ありませんか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。